高校野球全力応援 TV ガチファン、ガッツチアファンは、千葉テレビ放送で2014年から2018年まで、毎年、全国高等学校野球選手権千葉、大会期間中に放送されていた、スポーツニュース番組である。2013年まで、毎年高校野球期間の夕方に放送されていた、速報。今日の高校野球をリニューアルする形で、2014年より、 放送開始。タイトルのガチファンとはガッツチアファンから g シファンと読ませたものである。引き続き夕方に当日行われた試合結果を速報ベースで伝える。2017年までは出場校の選手や応援団などが生出演できるのも同様であった。ただしその2017年は口日する通り日替わりでの中継であるため一般視聴者が生出演できるのは 商業施設か超野球専門店 CV での放送時に限られる。速報。今日の高校野球では基本的に千葉テレ本社で生出演可能であったが、当番組では千葉テレ本社以外に大会期間中、サテライトスタジオを設け、そこから生放送となっている。試合結果や翌日の試合紹介については千葉テレ本社にフリーアナウンサーが待機しており、 そのアナウンサーが担当する。2018年は、千葉テレのスタジオからの放送に変更され、一般視聴者の生出演が廃止された。よって、ロケ先担当と千葉テレ本社内担当で出演者を分けることもしなくなった。毎年初回には、千葉県立袖ヶ浦高等学校書道部によるパフォーマンスが行われるのが恒例となっている。これは、公開性放送を廃止した二千十八年も、 継続されていた。スタジオの一般参加者の中から毎日、今日の富市が選出され、番組で出演者が着用している T シャツがプレゼントされるのも継続している。2018年は公開性放送を廃止したため、視聴者からのファックスで気に入った内容だったものに T シャツをプレゼントする方式に改められた。2018年でガチファンとしての放送を終了。 2019年からは、高校野球ダイジェスト発球9として、高校野球ダイジェストとタイトルロゴなどを統一化することになった。テーマソングは2015年までは、前身番組同様、アルバの、世界で一番夏が好きが使用され、高校野球中継の間にも流されていた。2016年からは、黒崎レオンの、青春サマーが使用される。エンディングは、 2014年が C ゾーン7のトライビクトリー2015年がマフィンの青春コール2016年がザ・レイプロジェクトの僕らのメリーゴーランド2017年がギャングパレードのビヨンド・ザ・マウンテン2018年が川崎高也のまたねヒーローでこちらも高校野球中継の間にも流されているサテライトスタジオアシスタントは2名 2015年までは、初日、最終日を除き、どちらか1名が日替わりで出演していた。2016年は末永を、スタジオでの盛り上げ役、河村を、各球場の取材リポーターを、おもとした役割としている。千葉テレ本社会再期間中は通常平日18時30分に、放送されているアニメの再放送を休止する。なお、 通常土日18時台に放送されている番組については当該期間のみ19時や20時からの放送に変更される。そのため日曜の熱血某 s o t v 再放送は当番組の影響による7月から8月放送の最例特番期間にかけて長期間休止となる。18時55分 -1900 については原則チュバチュバワンダーランドで 穴埋めされる。土曜のみ、通常18時55分 -19、0 0に放送のアクアワールド大洗い天気予報を時間変更せずそのまま放送する。2016年は、これまで高校野球中継の試合と試合の間に、穴埋めとして放送していた、県内の大学入学案内のクローズアップキャンパスを特定日に放送する。ありがとうございます。